はい、皆さんこんにちは。サガキャッツでございます。12時を回りまして、12時、23分ぐらいですか。まだね、5倍開いてませんね。ただ為替は動いておりまして、注目ドルウォン、順調に下げてますね。1323。円はと言いますとですね、137、このあたりでですね、うにゃうにゃと、でもちょっと軟調ですね。つまり円安になり、なる感じがしていますね。軟調137。でもウォンの方がもっと軟調ですね。1323。これやっぱり昨日のイエレンさんの発言は聞いてますね。コスピも下がり始めましたね。マイナス 33.52 と 1.36%。まだ大したことないですよね。そのウォンの国の話ですけども、これは、チョソンライン、久しぶりですね、チョソンライン。こんな記事が出てまして、サムソンと SK ハイニックスが68兆ウォンを投じた中国工場、米国の対中制裁で無用の存在になるのかという記事がございまして、読めるかな、微妙な量ですけど、行きましょう。米政府の補助金を受けると10年間は対中投資ができないという条項は、世界の半導体メーカーの中でも特にサムスン電子、SK ハイニックスに打撃だ。これはこの2社を狙ったんちゃうかというようなですね、あれですね、アメリカの方針ですね、方針というか政策。投資制限猶予措置が10月に終了すると、中国にある既存工場に対する投資まで全面的に中断される可能性がますます高まっている。電子業界関係者は、米政府の徹底した対中制裁を見れば、韓国企業に例外を認めない可能性が高いと話した。これややこしい話なんですけどね。要はアメリカで半導体を作るんであれば補助金出したるよと。要はお金、お前らの投資金額の何割かをアメリカ政府が出すよという甘い政策があるんですけど、ただしそれを受けるんであれば中国への投資をしたらあかんというですね、なんかこうアメリカらしいですね、意地の悪い政策ですね。サムソン電子は NAND 型のフラッシュメモリーの 40%、 SK ハイニックスはDRAM の 40%、 NAND 型フラッシュメモリーの 20% を中国で生産している。サムソン電子と SK ハイニックスはこれまで中国に合計で68兆ウォン、日本円にして7兆8000億円を投資した。これはね、ものすごい額なんですよ。7兆8000億円ですよ。この前ね、日本の村田製作所という京都の会社があるんですけど、そこが中国に新たに450億を投資するということでですね、話題になりました。あ、他になると思いますけど、450億からしますとですね、7兆8000億は、どうでしょうね、100倍を軽く超えるという感じですよね。内訳はサムソンが33兆ウォン、SK が35兆ウォンと。現在両社の中国工場は先端製造プロセスへの転換が急がれる状況にあるということは、業産投資が必要ということなんです。サムソンはシーアンで128層 NAND 型フラッシュメモリー、 SK ハイニックスは無色と大連でそれぞれ10ナノメートル台後半の DRAM と 96.144 層の NAND 型フラッシュメモリを生産している。業界最先端水準の230層をNAND 型フラッシュメモリーと10ナノメートル台前半の DRAM に比べ相対的に古い製品を生産しているのだ。
NLD 型フラッシュメモリーは層が増すほど DRAM は製造プロセスが微細化が進むほど性能が高まる。シティグローバルマーケット証券のイ・セチョル専務は、先端製造プロセスへの転換が不可能になれば、サムスン電子や SK ハイニクスが中国で生産する半導体は来年から 20% 程度減ると分析した。こうした傾向が続けば、両社は中国での生産分を補う大規模な新規生産拠点を建設しなければならなくなる。まあ、以下ありますけども、置いておきましょうか。一応これ調査オンライン貼ってみますね。これはですね、アメリカの政策なんですね。このお前ら中国で、生産するんだと、というか中国に新たに投資をするなという政策なんですね。で、アメリカで作るんであればですね、その投資の何割かを政府が出してやろうと。ただし中国で投資をしているような企業には出さないよということですね。これ日本がね、1980年代にやられた日米半導体協定のを彷彿とさせるですね、アメリカの意地悪な政策です。でこれに見事にですね、ハマってるんですよ、この SK とですね、サムスンは。でこれで多分この2社は最終的には中国から撤退せざるを得ないと思います。でアメリカに工場を作ってそこで生産せざるを得ないでしょうね。つまり中国を選ぶんかアメリカを選ぶんかお前ら考えろと言ってるわけでして、その選択の余地は実はないんです。アメリカは今世界をね、一応弱まったとはいえ世界を支配している国なんですね。そのアメリカがですね、中国を潰すぞという戦略に出てるわけですね。それに逆らってですね、中国側にこう依存するとなるとですね、この先は暗いわけです。でも中国は中国で黙ってないわけですね。お前らって撤退するんやったら全部置いてけという、そういうふうに出てくるはずです。だからサムソンや SK は非常に苦しい、巨額の損失を迫られます。ここを生き残ればですね、巧妙は見えるでしょうけども、これを生き延びるのは相当に難しいでしょうね。でこれをアメリカのバイデン政権がやってるんですけども、まあ、トランプ政権がレールを敷いて、ですね、アメリカは今国を挙げて中国というですね、こう台頭する新たなパワーを抑え込もうとしてます。まあ、これはタキトスの理論でいけばですね、中国とアメリカは最終的にはですね、まあ、ウォーをするですけど、今はこうそう簡単にウォーできませんからね。まあ、こういうことでですね、どん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 締め付けていくと。その狭間にあるですね、お隣さんはですね、こっから国境になります。で、日本はどうやねんっていう話になりますね。では日本はもう、どうですね、どうでしょう、十数年以上前からですね、中国にいじめられてるわけですね。いじめられててですね、あの国はあれですね、カントリーリスクが高いというふうに日本企業は見直してきたんでですね、あんまりその、こう、ぶっちゃけ入れ込んでる国はなかったんですよ。でアホのパナソニックとかですね、村田製作所がですね、入れ込もうとしてる、あるいはしつつあるんですけども、まあこの入れ込めば入れ込むほどですね、こうリスクが高くなるというのが中国でして、まあどうでしょうね、パナソニックは本当にこれ以上中国に入れ込んだらですね、あの企業は危ういですね。あの妙な京セラの稲盛もそうですけど、パナソニックには松下幸之助という妙な遺伝子があるわけですよ。妙な遺伝子に突き動かされて、そのですね、妙な経営方針を決めてしまうとですね、謝るんではないでしょうかね。まあそれは、だから日本はね、でもまだあれですよ、そのほんの一部です。中国に入れ込んでるのは。大半の企業はさーっと引いてきました。なんで、この後はですね、このお隣さん企業がですね、どういうふうに対処するのかというのがですね、注目をされます。サムソンと SK ハイニクス。ここがですね、胸突き八丁でございますね。これを、価値を誤るとですね、この両を、二つの、お隣さんを代表する二つのハイテク企業は、
やばい運命を待ってます。この2つの企業はでも韓国の屋台骨なんですよ。だから大丈夫キメラというお隣さんという感じでございますね。著作オンラインのこの記事の今のサイトを貼っておきます。今私7割ぐらい読みました。残り3割もございますんで、ご興味のある方は行ってみてください。はい、ありがとうございました。